これどっち見てればいいの？こっち。米久保。YouTube！ふるさと学者工芸家の玉田です。ふるさと学者生活係の瀬山です、このチャンネルはですね、障害福祉の職員の、リアルを発信していく、そんなチャンネルになっています。はい、何で笑ったんですか？いやいや、ちょっとなんかでかすぎてびっくりしちゃいまして。ちょっと外だとね、はい、なんか久々ですね、その感じ。もし今日はですね、11月に小田原福祉会さんという職員の皆様が休憩会にですね、まあ、見学に来ていただいたんですけれども、はい、まあ、今日はなんとですね、逆に、我々休憩会の職員が小田原福祉会さんの方に見学にやってまいりました。なるほど、だから富士山見えてるんですね。はい、富士山あそこどこ？違う？違いますね、全然ないですね。違うか、はい、ちゃんと考えてたボケがこれっていう。いやいやいや、やめてください、考えたとか。そうね、やめてもらっていいですか？はい、まあ、創立46周年の、まあ、歴史ある法人さんということですので、はい、大丈夫ですか、その歴史あるところに私がお邪魔しちゃって。はい、大丈夫じゃないですか？ OK ちょっと大きかった、外だと。いや、タイプでかかったっすよ。びっくりしちゃった。そうだね、苦情来るレベルででかかった。調子よかった。苦情来るとしたらこの施設ですかね。はい、じゃあ早速見学の方に行っていきましょう。はい、行ってみましょう。あ、こんにちは。こんにちは。すいません、お世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう始まってる。始まってます。はい、じゃあすいません、早速自己紹介の方お願いしてもよろしいですか？お願いします。はい、社会福祉法人小田原福祉会西部エリアマネージャーの近藤と申します。同じく経営企画部の水口と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。結構思ったより声そういう水ってかかったんで。はい、すごい、抜けちゃう。そんな大きいんだ。動画もまあまあ大きいと思ったけど、そんなのすんね。こんなに大きいと思ったね。これいじっていいのかな。さすがにびっくりしたね。すみません、身内ではちょっとザラザラしました。みんなちょっと一緒に立ち止まった。いつも3倍ぐらい大きかったです。そうなんですか。ちょっと張り切っちゃって、いつもより今日の方が大きかった。富士山に負けないようにと思って。申し訳ありません、すみません。まずグループホームから、はいはい、ご紹介させていただきます。すいません、お邪魔します。はい、あ、いい水です。あ、そうそうそう。もう去年の11月に開所した、はい、みんなの家、あ、違う寄り合いどころ、純正園の寄り合いどころホタルダというグループホームです。はい、対象の方とかはどんな形になるんですか？認知症がある高齢者の方が対象になりますね。あ、すみません、ありがとうございます。あ、そのお二人、緊張するな。すごい綺麗です。緊張、本当だ、いい匂い。ちょうど今、ね、ちょうど、はい、あれ、知ってる方たちが。着々と見学が進んでますが、こちらこちらで。めちゃくちゃ綺麗。あ、すごい、あのキッチンなんてもうアイランドキッチンってやつじゃないですか。ここはリビングになってまして、外からも出入りできるようになってるんですけれども、仕切りをすると、はいはいはい、地域の方とのこう交流スペースをこう、あの区画を作ることができるようになってるリビングになってますね。9名の方が1つのこうグループとしてユニットっていうんですけど、1つのユニットで生活をされてます。認知症の方なんですけれども、職員がサポートすることで共同生活をするっていうようなあの施設になっています。あ、こんにちは、すいません。こんにちは。寄ってください。お邪魔します。すいません、申し訳ありません。ね、はい、なかなかないですよ。もう一回来てください。大丈夫ですか、うるさい声出しちゃって。もう一回来てください。ありがとうございます。ぜひ。これはそのこれはグループホームの入居されている方が忘れてしまうことがあるので、利用者さんのお部屋がご自分で分かるようなものをガラスのところから見えるように入れてもらうようにしてます。いいですね。こちらも香港観光、ここが私のお部屋ですみたいな表札みたいな感じです。いいですね。すごい、それぞれの個性が出ていいですよね、うん、こういうのはなんか通じる部分がありますね、有形会と。
お部屋に入らせていただいてできるんですか。はい、お部屋もありがとうございます。失礼します。今ご入居者いないお部屋なので、はい、本来だとこの辺りにベッドが置かれたり、はいはい、あとお家から使い慣れてるものをお部屋にこう持ってきていただいて置いていただくようになっています。グループホームだとあまりないんですけれども、こう居室にトイレを備え付けてまして、うん、いいですね。コロナとか感染症とかがあると、はい、あ、部屋で過ごさなければいけなくなったりすることもあるので、はい、部屋にトイレも備え付けて、いますね。最高ですよ。カメラマンさん見てください、このオシュレットが大事なんです。これ最先端です。最先端。何を言ってるんですか。いやいや大事ですよ。オシュレットのあるお手洗いかどうかっていうのは。う、ね、これ どういう使い方をされるんですか。座っていただいて、はい、あ、すごい、やってください。すいません。すると、まあ、在庫時もできるし、あとこう息んだりとかするのも腕楽にできるっていう。これはなかなか我々のような方針ではないですね。これ何、これすごくないですか。なんですけど押すんですか。押すと押していただけると。ああ、え、これいいですね。初めてのね。家に欲しい。家に欲しい。かわいいですよね。いいですね。うん、確かにかわいい。使い勝手もいいですよね。いいの、僕もちょっと。これお家賃いくらになるんですか。お家賃がお部屋代で6万円に。これ、このボケですけど、ガチな話。これ、あ、ガチな話。ガチな話。あ、すいません。ボケとマッチングしてしまいました。すいません。システムみたいなのもありますね。あ、そうですね。なんか、はい、なんとかシステムみたいな。なんかお部屋も気になっちゃう。夜勤の職員が9名の方1人で対応するので、安心してあの夜勤をやるためにメモリースキャンっていうシステムを入れてまして、横になってる方の心拍数だったり呼吸数だったりとかっていうのが分かるようになっていて。どうやってそんなの分かるんですか。あの、なんか、わざとらしすぎません。わざとらしすぎた。食い気味すごいなと思って。わざとらしすぎません。ベッドの下に、あの機械がこう入ってまして、そこでこう振動を感知して、こう分かるようになっているシステムで、あとカメラもお部屋に設置してあるので、万が一歩くのはちょっと不安定な方が一人で歩き出した時にはこうカメラで確認して、こうすぐにお部屋に行くっていうことができるようなシステムを入れています。時代の、これ最先端ですよね。これもう最先端です。すごいな。じゃあ2階にお邪魔します。これ何気に展示が、あ、本当だ、見える。このデスクスペースちょっと良くない？いやいや、いいですよ。羨ましいよね。これちょっとおねだりしていた方がいいんじゃない？ここで働きたいな。そっち？そっち？久保さん人事に出ました。すげえ、めちゃくちゃ久保さんとばかり。どこですか？窓から。あれですか？すごい。窓から。すごい。しかもこの時間帯でまた綺麗な感じに。一応我々のいるとこから見えるんですね。すっごい遠くから見える。例えば近藤さん、ここも気になるんですけど、ここは何の？ここはあの休憩室になってまして、どなたかいるかな。いらっしゃる。大丈夫です。大丈夫です。すいません、お騒がせしました。夜勤の時は宿直室がここみたいな形なんですか。夜勤は利用者さんがいるので、はいはい、目が届くところに職員はいることが多いと思いますね。勤務時間帯はどういう形になるんですかね。はい、まずいんじゃないですか。まずい。夜勤10時間あるんですけど、その中で2時間休憩を取っていただくという形になってますね。ここはやっぱ我々とは違うスタイル。そうですね、やっぱ知的障害とはまた別の分野になってますね。はい、あとは屋根裏と屋根裏見たい、うん、屋根裏ってやっぱ男の子憧れがちょっとありますよね。はい、秘密基地みたいな。女性もありますよ。あ、ちょっとなんかそんな感じで、天井が低くなってくるんで来ましたね。危ない。おー、すごい、なんかこれそそられるよ。あ、すごい、この感じすごい。あ、そういう会場なんだ。わ、すごい、移動できない、秘密基地みたい。秘密基地まさに。すごい。行事とかもう年一でしかやらないものの行事のものとか、はいはい、物品を、はい、いや、いいですよ、収納する。ずいぶんなんか楽しそうなことやってませんよ。色的にクリスマス。なるほど、利用者さんの行事のところね。すごいな。こ
楽しい。楽しいけど絶対使わないだろう。絶対使わないだろう。俺らは対応しちゃってるでしたね。この入る時すげえテンション上がると思う。いや本当にすごい。すいません、ありがとうございます。あ、もう。つけてても頭をぶつけるんで、つけてください。トカテとぶつける、トカテとぶつける。じゃあ隣行っちゃいますか。はい、もうお願いします。なんかいいや、コメント撮ってるで。あ、撮ってんだ。撮ってないですよ。いやでもやっぱり撮ってないんだ。撮ってないって。撮ってないって。撮ってますよ。撮ってない。もう一回やって今の。いやでもやっぱり撮ってないんだ。撮ってないって。いやなんか市原にちょっと雰囲気似てるなって思って、うん、やっぱこの感じが落ち着きますよね、うん、緑豊かでね、畑とかあったりして、ね、畑とかあって。富士山ないけどな。富士山、いやでも見えますからね。こんぐらいだよ、こんぐらい見えるというところではあるでしょ。竹の子の山ぐらい。竹の子の山ぐらい。全然違うけど雰囲気似てるなって思って、この感じが落ち着きますよね。緑豊かで、ね、畑とかあって。富士山ないけどな。いやでも見えますか。サブスクですよ。まあ初めまして、どれだけいるかなっていう。シャワーキャリー。